ベンサハルは、イスラエルホロン出身のサッカー選手。イスラエルプレミアリーグのハッポエル・ベール・シェバ FC 所属。ポジションは FW。ベンサハー、ベンサハールとも表記される。ユダヤ人、わずか16歳、チェルシー FC での2期目の時点ですでに見習いと、同等の扱いだった。サハルは、まず、U、U-16 代表でのアイスランド戦で、チェルシーの目に留まっていこう。 u -21A 代表とステップアップしていった。クラブレベルでは、ハポエルテルアビブ FC の下部組織に在籍し、イトザクシュム監督の下で、トップチームに昇格する中、いかなる公式戦にも出場することなく2006から07シーズン開始前に、チェルシーへの移籍が決定した。また、サハルの母親が EU 加盟国であるポーランドに出自を持つことから、 ポーランドの市民権も有していたため、英国での労働許可証の問題なくプレーすることができた。サハルは、故郷イスラエルの文字インでキャリアを始め、ハポエルテルアビブ FC の下部組織に入団する前に、スポートップフットボールアカデミーに入学した。チェルシー、編集スタンフォードブリッジでの2ヶ月ものトライアルを経て、2006年5月に移籍金32万ポンドで、 イングランド一部のチェルシー FC と契約を締結した。2007年1月6日に FA カップのマクルズフィールドタウン FC 戦でトップチームに招集され、76分にサロモン・カルーと交代で公式戦初出場を飾り、それから4日後にフットボールリーグカップのウィコム・ワンダラーズ FC 戦で60分から途中出場をした。2007年1月13日には、 ウィガンはアスレティック FC 戦で82分に、アリエン・ロッペンと交代で、リーグ戦初出場を飾った。チェルシー在籍中に出場したリーグ戦は、ウィガン戦の他に、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦、エバートン FC 戦と3試合に終わった。クイーンズ・パーク・レンジャーズ、編集2007年7月26日に3ヶ月の、期限付き移で、イングランド2部のクイーンズ・パーク・レンジャーズ FC と、 契約。シーズン開幕前の試合で、同国一部のフラム FC 相手に2得点を挙げる、活躍を見せ、その後、期限付き移籍の期間が2008年1月2日まで延長された。しかし、リーグ戦では、幾度もの負傷から9試合0得点に終わった。シェフィールド・ウェンズデー、編集、QPR での負傷に悩まされた期間が終了後に、 チェルシーへ復帰すると、2008年2月21日に1ヶ月の期限付き移籍で、同2部のシェフィールドウェンズで FC と契約。その後、4月19日まで延長され、最終的に5月4日のシーズン終了まで延長された。3月22日のクリスタルパレス FC 戦で、移籍後初得点を挙げ、スカンソープユナイテッド FC 戦、ノリジシティ FC 戦でも得点を挙げた。 クラブは三部への降格の危機にあったものの残留を果たすのに、サハルの終盤戦での得点が重要なものとなった。ポーツマス、編集2008年6月12日に、オランダ一部の NEC 内面編へ期限付き移籍する動きがあったが、金銭問題から契約がまとまらず、最終的に半年の期限付き移籍で昨季の FA カップ王者、ポーツマス FC と契約が締結され、 背番号号26が与えられた。シーズン前の親善試合では定期的に起用され、ナイジェリアプレミアリーグ王者のカノピラーズ FC、イングランド6部のハバントウォータールビル FC、イングランド8部のゴスポートバラ FC と相手に7試合に出場し、得点を重ねていった。しかし、本番のリーグ戦では3試合にベンチ入りしたのみで出番は訪れずに終わったことで、 サハルはチャンスすら与えられなかったことに失望したと語った。デフラーフスハップ、編集2009年1月に期限付き遺跡で、オランダ一部のでフラーフスハップと契約を締結し、シーズン終了までプレーした。シーズン前に行われたトルコ一部のシバスポルトの親善試合で、初出場、ベルギー一部のキロボルトメヘーレンとの親善試合で、初得点にして2得点を記録。 2009年1月17日のビレーム通戦でリーグ初出場を飾ると試合開始から17分にルークでヨングからのパスを受け16メートルの距離からディフェンダーの右上を通過するシュートを放ちリーグ初得点を記録2得点目は二部降格間近のローダ JC 戦でのものだったホームに SC ヘイレンフェーンを迎えた試合ででングのプレーから 左足で通算3得点目を挙げた。NEC 戦では一度 PK を外すも再度 PK を決め先制し近距離から2得点目にして通算5得点目を挙げた。クラブとしてはリーグ戦を下から2番目で終えたため MVV マーストリヒトとの昇降格プレーオフに回り第1戦で試合開始1分も経たないうちに先制点を挙げた。オランダの地では リーグ戦16試合5得点1アシスト、昇降格プレイオフで6試合1得点2アシスト、合計22試合6得点3アシストを記録した。エスパニョール、編集約2年間続いていた、レンタル生活にピリオドを打ち、2009年6月23日に、RCD エスパニョールと4年契約を締結し、背番号14を与えられた、遺跡金は100万ユーロと見られている。 8月2日のリバプール FC との親善試合で2得点を挙げたことで同試合の最優秀選手に選出され、9月23日にマラガ c F とのリーグ戦で公式戦初得点を挙げるなど最先良いスタートとなった。しかし、ラウール・タムードの後継者候補として期待されながらも、この得点が同シーズンに挙げた唯一のものだった。ハポエル・テルアビブ、編集サハルの代理人は、 反対していたものの、2010年7月20日に1年間の期限付き遺跡で古す、ハポエル・テルアビブと契約を締結。この時に、テルアビブ側は将来に遺跡した、際の遺跡金10%の権利を10万ポンドで購入した。UEFA チャンピオンズリーグ2010から11、予選3回戦のカザフスタン一部、FC 役飛べ戦でいたい。 シェフテルのパスから公式戦初得点を挙げ、同大会プレイオフのレッドブルズアルツブルク戦でも得点を挙げた。一方リーグ戦では当初のジムまで時間を要したは、サハルが自分自身への精神的圧力を理由に挙げているが、シェフテルが負傷により離脱したことに伴い、出場時間を増やし、ととたまずと素晴らしいコンビを築き、14得点を挙げた。オセール。 編集2011年7月4日に1年間の期限付き遺跡でフランス一部の AJ オセールと契約ラスックリールメトロポールに遺跡したイレンレウシュイレンの後釜として見られている RC ランスとの親善試合で初得点を記録2011から12シーズンのモンペリエ HSC との開幕戦で初出場を飾りフランス一部に出場した イスラエル人選手としては1993から94シーズンに AS カンヌに在籍したタルベニー以来となった。第4節の AC アジャクシオ戦で26分に足を負傷し約1ヶ月の離脱となった。負傷から復帰後2戦目の第9節 AS サンティティエンヌ戦で試合開始5分にアントニール・タレクのパスからリーグ戦初得点を挙げた。 10月26日のクープドラリーグで29分にサイドルタレクのパスから得点を挙げたが、クラブは1から2で敗退した。第12節でロア・コントに代わり後半から出場。試合はダリュー・シュドゥ・ドゥカが PK を得るも1から3で敗北。実節のトゥールーズ FC 戦でクラブは5試合ぶりに勝利し、サハルは先発出場するが、出来はあまり良いとは言えず55分に、 コントと交代。第14節のバランシェンヌ FC 戦は、ベンチスタートとなり再び後半からコントに変わり、出場している。続くオリンピックリヨン戦とパリ・サンジェルマン、FC 戦では2試合連続で、出番が訪れなかった。期待にそうような活躍を見せることができず、ついに、ジェラール・ブルゴワン会長から、キャスティングウェラー、と厳しい言葉が投げかけられた。 そのような状況下で迎えた12月11日のオグックに一戦に左サイドで先発出場すると13分にデニスオリエクの得点をアシストを記録し後半にオリエクのパスから公式戦通算3得点目を頭で決めるなど活躍を見せクラブを勝利に導いた第26節のリール戦では後半から出場し2から0と先制される中で得点を挙げ さらに、アシストを決め、貴重な勝ち点1を獲得することに貢献した。しかし、ローラン・フルニエ監督から、ジャンギー・ワレム監督に交代以降は起用されることなく、クラブは再開でシーズンを終了。2012年6月、買い取りオプションは行使されず、エスパニョールへの復帰が決定した。ヘルタベルリン、編集2012年7月19日に自由移籍で、 ドイツ2部のヘルタ・ベルリンと契約。9月16日の VFRR 連戦で82分から初出場を飾った。アルミニア・ビーレフェルト。編集2014年1月21日。ドイツ2部のアルミニア・ビーレフェルトへシーズン終了までの期限付き移籍。ビレム2。編集2014年7月。エール・ディビジのビレム2へ完全移籍。ハポエル・ベールシェバ。 編集2015年7月8日、ハポエル・ベール・シェバ FC に移籍した。2006年10月7日に、U-21 欧州選手権2007予選、プレイオフの U-21 フランス戦で、U、U-21 代表初出場を飾り、初得点を挙げた。イスラエルは2戦、合計2の1でフランスを破り、予想外の予選突破を果たした。 2007年2月7日のウクライナ戦に17歳半ばで A 代表史上最年少出場を飾った。3月24日のイングランド戦に69分から途中出場したのが通算出場2試合目だった。それから4日後のエストニア戦では途中出場ながらもで2得点上げた。ことで代表史上最年少の得点者となった。なお、サハルは、 チェルシー史上最年少の A 代表出場、得点を記録した選手となっている。2008年9月6日に 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のスイス戦で、通算3得点目、それから約1年後の2009年9月9日に、同予選のエストニア戦で通算4得点及び5得点目を、記録した。徴兵制があるイスラエルの国民であるため、3年間軍務に、 服するため一時イスラエルに帰国しなければならないとされている。一方で彼に徴兵免除を与えるための法律を通す動きもある。しかし結果として法案が通過しなかったためイスラエル国防軍に入隊することとなった。休暇のたびにイスラエルへ戻り兵役についている。クラブハポエルテルアビブ FC ヘルタベルリン。ありがとうございます。